今日は本当にお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。では早速でございますが、皆様に一言ずつご挨拶をお願いいたします。まずはじめに三池崇史監督お願いいたします。はい、こんにちは、監督の三池です。あの映画これからご覧になるんですよね。見終わった後もそういう拍手を送りたいなという気持ちになっていただけるように願ってます。少々痛みもあったりする映画ですけども、ベースに流れているのは非常に、こう優しいこう心がこう流れてますので、じっくりと、今日は、楽しんでいってください。今日はありがとうございます。ありがとうございました。それでは久保半四郎役を演じられました市川海老沢さん、お願いいたします。こんにちは、市川です。本日は本当、このように皆さん集まっていただいて本当にありがとうございます。今監督がおっしゃいましたように、とっても一生懸命作った映画なので、この後ご覧になって、その確かに痛いところはあると思うんですけれども、そのそこに流れている温かいところも感じていただいて、2時間ちょっと楽しんでいただきたいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さて、先ほどもお話をしたんですが、海老蔵さん、現在は御園座で公演中の舞台のため、あの10月の15日に初日舞台挨拶がございまして、その時には登壇できなかったんですが、その代わりにお客様へお手紙で、ご挨拶をされまして、また初日舞台挨拶で登壇された瑛太さんと満島ひかりさんにですね、監督にもメッセージをね書いてくださったんですね。で今回は海老蔵さんへ瑛太さん、そして満島ひかりさんから応援の気持ちを込めてお返事をいただいているんです。でせっかくですので、あのここで、まあ、あの海老蔵さんにお読みいただこうかなと。よろしいでしょうか。ありがとうございます。で、まあ、ちなみにですね、どんな内容だったかというのがあって、あの先日海老蔵さんから瑛太さんに宛てたお手紙、私が手元にありますので、ちょっとこちら代読をさせていただきますと、海老蔵さんから瑛太さんですね。瑛太くんへ。瑛太くんの暑さには火傷しそうでした。次は敵とかで共演したいですね、というお手紙を送られたんですね。それでは返事が来ておりますので、海老蔵さんお読みください。お願いします。市川海老蔵様、海老蔵さん大好きです。次回敵役で共演する機会があるならば、私はバストを30センチほどアップして挑みたいと思います。海老蔵さん、この間紹介していただいた書物、楽しく読ませていただきましたが、テーブルの上に置いておくのはやめようと思いました。海老蔵さん、またお会いできる日を楽しみにしています。エイタ、はい、ありがとうございました。そういうお手紙があったんですが、なんか書物のところも気になるし、うん、なんかお二人の仲の良さが伺える、あのお手紙でしたね。そうですね、はい、うん、はい、バストアップとかね、なんでしょうね。いや、よくわかんないですね。バストを30センチほどアップしている、なんなんですかね。鍛えて、鍛えるとですか。鍛えて、敵役っておっしゃってたから。そうですね、ライバルですからね、はい、あの倒しちゃおうと思ってらっしゃるかもしれませんね。頑張ります。はい、あのまあ、お二人はでもそんなに、あの実際はお年は離れていらっしゃらないですよね。5つ離れてます、はい、それで親子の役っていう。そうですね、でもその、あの前になさったその、うん、腹切りの時の中台さんも、はい、なんかお話を聞くと20代だったらしいので、はい、まあ、そういうことを考えて、まあ、一生懸命マネを務めました、はい、ありがとうございます。さあ、それでは続いてですね、満島ひかりさんからなんですが、あのちなみに海老蔵さんから満島さんへのお手紙というのがですね、満島ひかりさんへ、これは映画の中での、まあ、役名なんですけれども、美穂、本当に不甲斐ない父親で申し訳ない、天性のお才能をこれからも大事にしてくださいね、というお手紙を送られました。その返事が来ておりますので、届いておりますので、海老蔵さんではよろしくお願いします。失礼します。父親役である海老蔵さんの立ち姿を、その大きな背中を見ているだけで、気持ちが凛としました。なんか恥ずかしいねこれ。同じ映画の中で生きていることを誇りに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では
背中が広く見えたって、なんか親子の役ならではのお言葉でしたね。そうですね。津島さんって本当に今ものすごく活躍されていらっしゃる女優さんなんですが、あのご一緒されていかがでした？どんな女優さんでした？いや、素晴らしい方だなっていうふうに拝見しました。はい、いろんなお話もされたんですか？そうですね、でもやはりその瑛太君と喋ってる時の方が多かったかしら。やっぱりその満島さんは撮影に入ると早い段階からこうそのシーンに入るので、はい、あ、そうですよね。瑛太さんとはよくやっぱり撮影の合間にも、そうですね、その冬場だったんですけど、まあ、暖を取りながら2人でよく、はい、ちょうどあの同じような時期に結婚もしたんで、はい、どうなんだなんだっていう、はい、ちょうど共通の話題もあったということで、ね、はい、ありがとうございます。そして、まあ、監督にもメッセージを送られたということなんですが、監督は内容は覚えていらっしゃいますか？はい、覚えてますよ。エビゾー様の、はい、本当ですか？はい、お読みしましょうか？いやいや恥ずかしいから。よろしいですか？はい、そうなんですか。はい、まあ、手紙の内容から、まあ、質問の方もさせていただこうかなと思うんですが、エビゾーさん久々の映画の出演、初の三毛組ということで、いろんな刺激を与えられたということを受けられたということを聞いておりますが、今エビゾーさんにとってですね、はい、監督ってどんな存在ですか？僕にとって、はい、そうですね、でも本当にいつもどっかに僕の心の中のどっかにいます。いつもいつもですか？なんかいつもいらっしゃいます。やっぱりその僕たちはこう歌舞伎中心なので、その歌舞伎の演じ方とかその心得とか、そういうのはやっぱこうなんとなく知ってるんですけど、やっぱりその普通の芝居をする上でその距離感とか間とか、そのなんていうんですか、そういう感覚がやっぱりすごくこう僕にとっては衝撃的だったんで、何かするたびに、あ、監督だったらどうなのかなとか、そういうことはやっぱりちょっと考えるようになっちゃいましたね。なるほど、もう、はい、撮影は終わってもう公開もしている今でも、そうですね、思う、はい、お食事されてる時とかね。いや、食事してる時は食事してる時はあんまり、でも、あ、でもたまに思いますね。本当ですか？食事してても、そうですね、2、3週間に1回は監督何食べてるのかなって、はい、いや、別に変な意味じゃない。まあ、やっぱりせっかくですからね、海老蔵さんから監督へ宛てた手紙は読んでいきたいなと思いますので、恥ずかしいかもしれませんが、はい、海老蔵さんから監督へ、私が読ませていただきますね。今のお話でいつも心にあるということで、その、ね、ものだったんですが、三池崇史監督へ、監督、愛と刺激を与えてくれてありがとうございます。たとえ離れていても私の心にはいつも三池監督がいます。本当にそのお気持ちを書かれたんですね。でもやっぱ恥ずかしいですよね。二人生でいるのに何を 手紙のやり取りをどうやって、文通みたいな。いいじゃないですか、今の時期に文通というのはなんか大事なことかなと思うんですけれどもね。はい、先ほどは、まあ、海老蔵さんに三池監督のことをお聞きしたんですが、三池監督、海老蔵さんの本当に演技、もう本当に称賛する声が高まっている中なんですが、監督にとってじゃあ海老蔵さん、どんな役者さんでしたか？やっぱ我々スタッフ、特にカメラマンっていうのは、その僕らの演出した映像を撮って、それが撮ってることにドキドキするっていう、だからそれを職業としているっていう人間も含めて、美術の人間はそこに、一から海老蔵が立った時に完成するわけですよね。そういう意味では映画の我々、プロのスタッフとしては完璧なんです。で、それが、仮に何か、伝わらなかったり何かしてるのは、まあ我々側、スタッフ側の問題だろう。まあ、今回はもう全くその凄さっていうのは誰が見てもその分かってもらえるかなと。だから自分の頭の中では、もうさらに先ですよね。もったいないぞっていう。要は舞台から降りた時とか、何かこうちょっと気分を変えたいと。まあ、もともといろんなチャレンジャーなんで、映画もだから、でもね、現場でも映画でを演じながら共演してる人たちとかスタッフの動きとか、そういうのをずっとね、やっぱり観察してるんですよね。だから吸収していく。
で僕ら台本はあの映画の人間って撮るともう二度と撮らないからそのセリフ消化していくっていう撮影は。ただ海老蔵さんは歌舞伎がもちろんベースなのでどんどん溜め込んでいくんですよね。一度やったものをまたどんどんそれを伝えていかなきゃいけないから、だから台本の読み方というか入り方も全然違うんですよ。それをみんなあのスタッフも共演者もあのすごくこうかん、なんなんていうのかな、会ったことない人種に会ってそっすごく楽しかったですね。そうなんですね。もう海老蔵さんもですね、先ほども少しその歌舞伎を演じてらっしゃってる時にあの三池監督を思い出すなんていう話をいただいたんですけれども、やっぱり今回の一命の経験が歌舞伎の演技につながっているっていうそんなところはありますか。どうでしょう、いやというか、うん、一回海老蔵がそこにいるわけですからね、うん、そこが舞台が歌舞伎であっても、うん、ただいろいろその時の思いはいろいろ個人的にもあると思うんですよ、うん、要は歌舞伎からでは表現できない離れたものを何か、うん、あれしようと、ただもうそこに反映させようと何にしようがもうそこにいるその佇まいっていうのは、うん、あのやっぱり修行を積んでる人間しか出せない、要は刀を持ってふっとそこに座っているだけで侍なんですよね、うん、それはあのすごく美しいですね、まあ、それで、今日 3D ですよね皆さん。はい、そうです、今日は 3D でご覧いただきます。 あんまりバーンってこう海老蔵さんがドーン出てきたよびっくりするようなことはない、むしろあの世間ではなぜこれが 3D である必要があるのかっていうふうに言う人もいるんですけど、あのいずれ映画はもうなんていうのかな、モノクロに色がついたように裸眼で見る 3D とかっていうのになってくと思うんですよね。であのだから特別なものと思わないで、なんかこう楽しんでいただく、微妙な日本語のちょっとした床の間の奥行きとかですね、そこに飾ってある花とのバランスとかっていうのを、あの楽しんでいただければと思います。海老蔵さん の, あのクライマックスのシーンもね、本当にもう大迫力で見ていただくことができると思いますので皆さん楽しんでください。さあそろそろお時間も迫ってまいったので、あの最後にですね、皆様に一言ずつまたメッセージをということでお話し足りないですよね。本当ですか。でもう少しでもお話しされます。本当ですか。でも隙間を縫っていらっしゃったので本当にありがとうございます。はい、はい、では、では皆様にメッセージということで海老蔵さんからお願いできますでしょうか。いや、やはりその、やはりこのなんですかね、やっぱりその時代劇、その最近この日本で時代劇っていうのが減ってきちゃったかなっていうのはちょっとなんとなく感じるんですけども、そういう中でやっぱりこういう時代ものをこう三池監督という方と、また瑛太君や満島さんや役所さんやそういう素晴らしい俳優の方とこういう映画に出れたこと、そしてまたそれをこうやって皆さんに見ていただけることは本当にうーん嬉しいことだなっていうのを今改めて感じているので、その時代劇というものが今後どうなっていくのかなってことも感じながら、皆さんまたこの映画を見ていただけると僕嬉しいかなって感じがします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。では三池監督、最後に一言お願いいたします。はい、そうですね、本当にあのもう出る力を全部っていうか、まあその現場に立つと我々普段使えないただのおっさんでも映画の現場に行くと多少使えるようになって、普段の 120-30% 力出せるっていうのが自分たちにとって映画の現場なんですけど、スタッフがその時持てる力を全てキャストも出し切って、もう限界を超えてるあの、作品に仕上がってると思います。本当にあのお話がお話なので、今時の映画ってあの皆さん気軽に見やすい方が楽ですよね。お金払って苦しい思いしたくないと思うんですけど、あのやっぱりこの筑摩半四郎 の, その見てきた世界を一緒に体験していただくので、それはあの坂本龍一の音楽がですね、非常に静かにこう皆さんを引きずり込んでいって、あのあまり感情を音楽でもてあそばないですから、自分で感じるままにその映画をあの楽しんでいただいて、まあ気に入っていただけましたら、あのいろんな人にまだまだ公開続きますので、お声をかけてあの応援していただければと思います。
日はどうも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。